はい、こんにちは、そうです。今日はなんか横にスペシャルゲストが来てくれたんですけど、井上そらさんです。こんにちは、お願いします。お願いします。どうぞお邪魔しております。いきなりなんですけど、はい、なんか、ね、はい、目の前にね、はい、おもちゃがあって、今日はちょっと勝負していこうかなって。勝負、はい、まあ罰ゲームもあるんで、はい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 、しっかり今日は来てもらったんで食らってもらおうかなと思います、まあ、ちなみにまだ罰ゲームは何か俺聞いてない。俺もまだ聞いてない。いつも聞いてない。いつも聞いてない。だいたいわさびか辛いか酸っぱい、刺激マックスです。じゃあやっていきたいと思います。はい、一発目のゲーム、ボトルフリップ。ボトルフリップ、これ決めたら後ろに丸バツ書いて、これですね。そうそうそう、自分の好きな量だけ飲んで回しちゃってください。オッケー、とりあえず乾杯しておきますか。乾杯。乾杯。お疲れ様です。全然喉がいない。いや、これ相当飲まなきゃきつい。俺丸ね。土俵外。やばい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 。あ、待って待って、ミスった。そこじゃねえよ。あ、あぶねえ。よっしゃ、あぶ。俺勝ってたじゃん今。俺が丸したやつあるね。1秒ぐらいの差だったよ。あの1回成功しなかったら負けてた。あぶねえ。2回目、はい、よーい、スタート。じゃあ罰で。やばい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 。イエーイ。分かってますね、さすがです。くそ、もう1個じゃん。3回目、最後、よーい、スタート。いけた、今もう勝ちた。もう丸あぶねー。やすぎた。そらくんの勝ち。これは参りました。第2戦目、黒ひげ危機一発。はいはいはい、先に2回黒ひげが飛んだ方が負けっていうこと。シンプル、シンプルすぎ。なんかありますか。いいやろ。お題を決めます。例えば、あから始まる芸能人の名前、先に言えなかった方が刺す。じゃあそのルールでやりましょう、せっかくなら。じゃあいきます。はい、お願いします。甲子園の球場がある都道府県はどこ。兵庫県。正解。おじゃれすごい。持ってねえな、マジで。なんだよそれ。ゲームじゃねえよ、もうこれ。だし、企画倒れしちゃうからね。すごいやん、すごいやん、見たことないよ、こんな。気を取り直して。はい、第2戦目。ドラえもんに登場するスネ夫の名字は。スネスネ夫。わしが伸び伸びたと一緒に。ジャイジャイやん。3、スミ。2、フジ。残念、骨川です。あー、聞いたことある。骨川すぬのだ。聞いたことあるわ。次いきます。はい、日本で一番長い川は一般的に何川と言うでしょう。絶対聞いたことある。最初のワード教えてください。菊池川。最初は1文字目、市です。信濃川。正解。イエーイ。すごいね。いや、これ来そうだよ、ここも。四国には4つの県があります。高知県、香川県、福島県、あと1つは。はい、愛媛県。正解。宮崎駿作品でシータといえば。天空の城ラピュタ。正解。それはわかる。野球の9つの守備位置で、俺もう分かんないですもん。唯一ファールグラウンドで守るポジションといえば。絶対ファールグラウンドで守るポジション。セカンド。なんかね、真ん中ですよ。外野。ライト。レフト。え、ショート。なんかない。え、キャッチャー。正解。あそこファールだ、あそこ。そうだ、俺も分かったじゃん、それなら。あ、そうだ。
そう。いや、あんな勢いよく最初飛ばしたのに。スマップの S はスポーツの S。では M はミュージック。正解。そう、聞いたことある。そうなんだね。圧勝。圧勝。圧勝されちゃったんですけど。もう今恥ずかしすぎて巻き合わせダーバになっちゃった。もう恥ずかしすぎて。いやー、俺強いな、見てください、これ、ね、さ緑ばっかり一回しか出してないもんね。イエーイ。この時点でもう俺は罰ゲーム確定ってことで。罰ゲーム確定です。イエーイ。こんな感じです。次ははい、じゃじゃん、ジャング、ジェンガ。ジェンガ来ました。ジェンガは俺結構強い自信ある。優しくやっぱ。じゃあ先攻後攻じゃんけんします。はい。最初グフ。じゃんけん。グフ。じゃあ先攻いかせていただきます。はい。優しい。さあ、分かんないじゃん、どれが浮いてるか。うん。ほら、そう、こういうこと、こういうことなるんよ。硬いし、めっちゃ。これがずれる。こう、攻めるよ。なんか、もう一回ってないですか。全力でサンシャイン池崎だって。お金使った時の。ああ、でも読んじゃったから、やるしかない。仕方ない。どんな感じ。イエーイって、俺もそういうキャラじゃないな。え、ここ一番硬いんじゃないか。え、そんなことある。え、待って、やばくないこれ。なんかもうずしり小指でアタックしていってます。これ自分たちはもうあれだよね、追い込みにいってるよね。それ、小指系だった。なんで、さっきか俺でも硬いんだよ。おー、ちょっとジェンガ楽しい。これはもしかしたら勝てる可能性があるから。おお、そっか、そうすればいい。よし、行きまーす。気になっちゃうじゃん。俺は今のアドバイス。うわ、結構攻め攻めな感じになってきたんじゃないですか。きたー、やったカッチカチ。チュルデルデルデ。もうめっちゃ傾いてるよね。もう土台がなって、ここねえ、してよ。あ、え、ねえねえ、ちょ、待って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 、お前。おかしいって、これ前回の形じゃねえよ、もうコントロールできる、ここで。こいつが真なのかもしれない、もしかしたら。一周しようかな、こう一回。おまっ、やだー、罰ゲームー。頼むよー。じゃあ今から、ソマくんに罰ゲームとして、これ何ですか。匂い、うん、これ全部飲めってことですね。じゃあ、グッとカットいけしていただきたいと思います。あ、やばいこれ。うぅ、あぶう。あ、これやばい。汚っ。うぅ、いや、やばいんだよこれ。無理これ。な、半端じゃないほど苦い。残ってるよ。え、残ってるよ。そらくんにもちょっとだけ余ってた分。じゃあ僕も飲みますよ。そりゃそうですよ、先輩が飲むなら。そりゃそうですよ。先輩が飲むなら飲みます。そりゃそうです。え、苦っ。待って、何これ、薬やん。何ちゃってんですかこれ。これはセンブリ茶です。いきます。うー、これはやばい。俺負けづらくなってんだよ。今回はゲスト来てもらったんですけど、釣り負けました。まだあの違う企画もね、出てもらうんで、他の動画も楽しみにして待っててください。はい、また、バイバイ。